皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。本日はディスガイア RPG の、新しく出てきた大反省祭ということで、キャラクターの強さを紹介させていただく動画とガチャ動画合わせての動画とさせていただきたいと思います。今 BGM で流れているこの音楽ですねはディスガイア2より罪なバラですね。罪なバラは一番好きな歌です。めちゃくちゃ好き。2番目は友よって感じで俺は好きなキャラクターですね。今なんですけれども、こちらまずお知らせ。ディスガイア RPG はですね、今ねいろいろキャラゲートを着てたりとかもするんですけども、こちら大反省祭ということで、大反省祭のプラチナム召喚、こちら見ていただくと、新規追加キャラにマジョリタ、ディスガイア5よりマジョリタ、そしてアルマース、ディスガイア3より、この2キャラが今プラチナム召喚で出ています。そして過去作からっていう、過去作というか過去ガチャからですね、出てきたキャラクターも対象となっておりますし、今イベントでやっているね、前回ちょっとお話しさせていただきましたラズベリル先生に関わるキャラクターたちも出ております。じゃあ早速見てみましょう。こちらですね、今大反省祭無料10体ガチャっていうのもあるんですけれども、こちらも同時にやろうと思います。それ以外やるのはこちらゴーダス召喚ですね。前もあったプリニーがアイテムを持ってくるっていうものになるんですが、こちらはアイテム一覧としまして、魔改造専用プリニーが 15% の確率で手に入るよというものになっています。今回自分がやりたいのはこちらですね。課金の要素は俺課金は持ってないので、本当はね優勝ガチャだったらこちらね、あと3回で星4確定というふうになるんですが、あいにくちょっと無課金でやってますので、こちら5回で星4確定ということで、5回引ける分の石は溜まってますので、50連引いて星4確定を狙っていこうかなと思っています。こちらですね、目玉キャラ紹介ということで、手に入るのはマジョリタ、アルマース、フェンリッヒ、風花、風祭り風花、そしてゼロッケンということになります。この右側3人はもうすでに今まで出たことあるキャラクターなので割愛させていただきます。今回はこのねマジョリタとアルマースについて最初に強さを説明させていただくのと、ちょっとキャラクター紹介をねさせていただきたいと思います。じゃあまずマジョリタからなんですけれども、マジョリタは魔外戦記ディスガイア5に登場します。ロスト軍で活躍しているねキャラクターになりますね。ロスト軍というのは魔帝ボイドバークのボイドダークの方の軍勢になるんですけれども、そこの魔将軍の一人のね中心としてやっております。見た目は本当に幼女なんだけども、魔力を解放したらむちゃくちゃすさまじい魔力を持っているというようなキャラクターですね。そして魔王儀としてはね、配信のマギアということで、味方だろうがもう関係なく役立たずのものはもう一旦バチコーンって言って殺しちゃって、ネクロマンサー死人として操る能力を持ってるんですね。マジョリタっていうのは魔界ではよくあるんですけど、戦争孤児として生きていた女の子なんですけれども、ボイドダークのね元でね平和な世界を作りたいなっていうことを目指してボイドダークに従っていることになります。後日談なんかではそのブラッディスの正体知った時なんかは、自分の親を洗脳して手下にするなんて本当に狂ってやがったんだな、みたいな感じでボイドダークのことを言っておりました。マジョリタは平和を守るためにってことでボイドダークに仕えていたんですけども、ボイドダーク自体はね別にどうこう持ってなくて、ただその死人を操る魔王儀っていうのがすげえ力になるなっていうことだけでね使っていたことになります。マジョリタが夢見た世界っていうのが、ウサリアとウサリアによって復興されたねウサギ魔界と同じだったんだろうなということで考察も今のところされているようですが、ちょっとこの考察についてはねその後どういった考察がこの後展開されているのかっていうことは分かりませんので、またそれはおのおのでね勉強していただけたらと思います。俺もちょっとねそこは関心がある部分なのでやっていこうと思います。
じゃあディスガイ RPG でのマジョリタはどうなんだということなんですが、こちらまずマビリティとしては魔女王の力、パーティーのイントがプラス 15% ということで、イントパーティーのとして使うのかなっていう感じですね。イント自体はキャラクターとしてのステータスは高いので、イントアタッカーという感じで運用できるかなと思います。マビリティ自体はそのキル&リサイクル、ターン終了時敵キャラを倒していたら自分のイントプラス 17% が3ターン続くということですね。この魔改造のマビリだとデッドステッキの杖武器装備キャラの SP プラス 10% とか、マガマガしい呪いっていうね、相手の防御 RES を下げちゃうということで、かなりマビリティ自体は強いですね。この辺は強いんじゃないでしょうか。技としてもネクロウェイブ SP40 使うんですけど、敵全体でさらに RES がマイナス 10% 下げるということで、結構使いやすいものだと思います。単体攻撃のメフィストフェレスなんかもね、 SP 消費が少ないのでかなり使えると思います。ただちょっと魔改造のプラス5まで育てないと若干 SP が足りなくて火力も低いのかなっていう感じですね。例えばプラス5まで上げた後に天使兵女と一緒に使ってね、一旦終了時の行動ゲージが戦闘の味方キャラ SP プラス10だったかなとかいうのを合わせて、ジョリタのアタッカーフォローという形で運用してみるのも面白いんじゃないでしょうか。そこまで強いよっていうキャラクターではないと思いますが、そこは皆さんのキャラクター愛でしっかりマジョリタを強くしようということでね、そういうキャラクターだと俺は思っています。いい意味でね。ということで次のキャラクターはアルマースです。こちらアルマースはね、俺むちゃくちゃ好きなキャラクターです。ぶっちゃけディスガイア好きランキング2位ですね。アルマースは1位はデスコ、2位がアルマース、3位はアクターレという感じで俺は来ています。じゃあまずアルマースのキャラクター背景についてちょっと説明させていただきたいと思います。ディスガイア RPG からね、ディスガイア始めたっていう方は見て聞いていただけたらっていうと思うんですけども、そんなに興味ないよって方は飛ばしていただけたらと思います。本名はアルマース・フォン・アルマディン・アダマントっていうことでちょっと長いんですけども、アルマースというふうに言われています。超勇者に憧れる自称勇者ですね。実力は何にもない勇者オタクです。特徴はこのアホ毛ですね。アホ毛が可愛いよっていう感じですね。人間側の勇者側にいるサファイアに憧れて勇者にもなろうとしてるんですけれどもっていう感じですね。かなりの常識人です。ディスガイア3はね、クセッケが多いキャラクターが多いんですけども、アルマースは常識人ですね。魔王がサファイアさらうよっていうところをね、防ぐために魔王を倒すべく魔界にやってきたキャラクターではあるんですけれども、魔王に捕らえられて勇者の称号を奪われて、なおかつ子分にさせられてしまうっていうね、ディスガイアでゴードンがされたような感じと似たような境遇を持っています。魔王にね従ってるふり見せつつね、称号を取り返す機会を伺ってたということなんですけども、ラズベリルとかね、サファイアとの出会い、冒険を通じて、悪魔にもね、人間と同じ心があるんだということで、魔王のことをとやかく言うのはこんな勇者らしくねえぞというふうにアルマーズは思って、じゃあ俺ができることは何だろう、そうだ、魔王の心を開かせることだ、それが俺の使命なんだということで、魔王と一緒に冒険、冒険というか一緒に戦っていくという心を持ち始めます。最終的にね、魔王が超勇者の挑発を受けて暴走しかけた時なんかに、アルマースのおかげで魔王は自分を取り戻したということもあるので、かなり魔王とアルマースの関係はむちゃくちゃ良くなっています。でその後に魔王はアルマースに対して心を開いて勇者の称号を返してもらってから、一緒に超勇者倒すというようなディスガイア3の話になるんですけれども、アルマースは最後ね、人間界に戻ってサファイアと結婚するということで、人間界に帰っちゃうのかってなるんですけれども、じゃあマオって言い過ぎ俺アルマースとサファイアの関係どうなったんだっていう風な感じで気になる方もいると思いますが、結局サファイアは
アルマース振り回して振り回して、アルマースはいつまで経ってもサファイアの尻に敷かれているということで、まあ常識人だけど周りに振り回されるキャラクターということで愛されるキャラクターとなっています。俺はそんな自称勇者アルマースがむちゃくちゃ大好きです。ということで、じゃあ次はアルマースの実害 RPG での性能についてお話しさせていただきたいと思います。まあ、スピードは50ということで、ちょっとというか結構遅めですね。遅めでどうかなっていう感じなんですけども、まあ特徴としては勇者、まあね、 RPG の勇者といえばやはり回復技が伝えるということでメガヒールを覚えるというのがちょっと特徴になっています。あとアーマーブレイクですね。マビリティ見ていきます。まあマビリティはね、パーティーの人型キャラのアタックプラス 16%、 そして剣の勇者、自分が剣武器装備時にアタックディフェンスがプラス 27%、 そしてパーティーが全体攻撃に受けるダメージがマイナス 15%、 パーティーの剣武器装備キャラが与えるダメージプラス 15% ということで、まあ火力としてはまあそのね、アタックディフェンスプラス 17% というのの剣の勇者というものと、まあマビリティというので十分に戦えるんじゃないかなと思います。まあ回復キャラがいないよっていう方はアルマース運用して、一緒にメガヒール等も使ったり、アーマーブレイクで敵の防御力下げつつ自身のパーティーの火力を上げるということで、まあバランスが取れた勇者、本当の勇者タイプという形で戦っていけるんじゃないかなと思います。技についてなんですけども、まあ固有技は回転剣の舞と戦争重ね十字、戦争だったかな、ちょっとごめんなさい、どちらもねちょっと単体技っていう風になってしまうんですけれども、全体技が習得できないということで、まあアイテム回だとかちょっとイベントの周回プレイというところだとかなり使いづらいなというのが特徴的です。そしてまあディスガイ RPG といえば、例えばまあね、特に弓、全体攻撃使うために弓が強いっつっていろんなキャラクターに弓を持たせる方多いと思うんですけども、ことアルマースに関してはマビリティ自体がもう剣に固定されてしまっているので、正直剣派でしか使い道はないのかなというふうに思っています。まあヒーラーがいないよっていう方はね、ぜひぜひアルマースを入れて戦ってほしいなというふうにアルマース好きとしては思います。というわけでちょっと長くなりましたが、マジョリタとアルマースですね、この2人についてのキャラクター背景とディスガイ RPG でのちょっとネコリン的な強さを紹介させていただきました。ということで目玉はこれからです。ガチャ50連で大反省祭プラチナム召喚でマジョリタアルマースを狙っていきます。まあ俺としてはもうアルマースが絶対欲しいということでやっていきます。じゃあまずはね、無料10体召喚からいきます。こっちでまずは見ましょう。今日の俺のガチャ運はどうなんだい？さあ、無料10連。星3が1個。うん。まあ、こんなもんか。無料だもんね。無料だからこんなもんよ。あ！いいじゃん！獣魔神族むちゃくちゃいいぞ。俺デスコ大好きでデスコを変える気ないので、十馬神族がめちゃくちゃ嬉しい。俺の命あんたに預けた。さあ、イケボアーマー、かわいいスライム、精一杯頑張りますね。ピクシーとウィルオビスプ、エリンギャエリエリ、怪我したら僕に任せてね。さあ、僧侶、男の子の僧侶ですね。エリンギャパート2、よろしくよろしく。陽キャ、陽キャのインプク、頑張るぞ。プリニース、俺の命あんたに預けた。イケボアーマーパート2、まあちょっと所持上限は超えてるんですけれども、無料10連はこんな感じ。まあ10魔神族出たのでもうむちゃくちゃありですね。じゃあ本番いきましょう。これ優勝だからこっちだね。大反省祭プラチナム召喚、本当は伝説の卒業生も引きたいんですけども、ちょっと無課金でやってる以上お金っていうか石がないので、5回50連なので7500使ってやりたいと思います。じゃあまず1連目お願いします。
よいしょ。アルマーツが本当欲しいんだ俺。アルマーツが欲しいの。うん。あの色はなんだっけ？星4じゃないんだよな。あの色はね。よくわかんないんだよな、黄色と赤の混じった色って。アルマーツ欲しいな。頼むぜ。お、ガンナーいいじゃん。今日からよろしく部品。よろしく部品。全体攻撃が使えるなかなかに優秀な奥君。リリム。よろしくね。可愛い。僕頑張ります。ウサギ兵士。よろしく。ドクロ君。ドクロ君にも希望を与えてあげてください。友と共に。ほーん、ニジレット、ニジレット持ってたはず。俺の命あんたに預けた。イケボアーマー。新しい飼い主にゃ。よろしくにゃ。無言ゴースト。精一杯頑張ります、ね、ピクシーちゃん。10連目はまあ正直ないな。まあこっからよ、こっからよ。そろそろ爆死の名を返上させてくれ、頼むから。1個か、星さん1個。いやー厳しい。アルマースお願い、欲しい。物欲センサーとかいらないよこういう時は。ご用命があれば何なりと。メイドさん頑張ります。あちゃこちゃん、あちゃこちゃん頑張って星5にしたいな。ゾンビ頼むぜ。相棒相棒相棒。ガーゴイル。僕頑張ります。さあ色違いウサギ。よろしく頼む。あー重機師か、女の子の。ちょっと使い方わかんないんだよな。今日からよろしくね。シーフちゃん。今日からよろしくね。シーフちゃん2連目。よろしくな。ファイター男。今んとこ爆死ですね。20連引いてこれかよ。あと30連。お願い、頼む。本当にそろそろ。うわ。マジで？俺ガチャ運なさすぎん？今んとこ。やばいよ、これ。どのゲームでもこんな感じなんだが。昇格してくれ、頼むから。ゴースト。よろしく。よろしく。あなたの力になりましょう。いいらいいね。せめて教授、教授、教授。みんな、よろしく頼む。ああ、天使兵男か。天使兵女だったらいいんだけど、男でもいっか。持ってなかったはず。教授。よく来るよ。邪竜族めちゃくちゃ来るんだよな。俺の命。あんたに預けた。絶対教授って確率低いでしょ。頑張るっす。頑張るっす。引いたことないもん。頑張るっす。うわー、やべえ、爆死だ。30連でこれってやばいって。あと2回だろ。しかも次星4確定だろ、この次が。いやー、よし、やっと金来た。やっと来た、やっと来た。アルマース、アルマース来ればもう勝ち。アルマース来れば勝ち。もうピンポイントで抜いてやれ。ゾンビ。ガーゴイル。よろしく。よろしく。ご用命があれば何なりと。メイドちゃん。グリーンスライム。なおグリーンじゃない模様。ゾンビ。メイドちゃん、あれなんか被っとるの多いぞ。色違いエリンギア。コースト、ここ頼む頼む。あ、よし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 。アクターレむちゃくちゃ嬉しい。アルマースじゃないけどアクターレむちゃくちゃ嬉しい。持ってなかったんで俺前回アクターレ引けなかったんだよね。よっしゃ、3番目に好きなキャラ来た、嬉しい。そして次星4確定。お願い、ここでアルマース。アルマース来い、ここで。確定。ここで来い。一個、あ、でも、昇格だけだろ、これ。ここでアルマース来い。
お願い、本当アルマス欲しい。プチオク、あー天地兵男多いな。頼むぜ相棒。相棒ゾンビ、グリーンスライム、まあ、グリーンスライムってなクラスなんだけどねさっきから俺言ってるけど、よろしく頼む。格闘家男、手を貸してやろう。水地頼むよ、頼むぞ。これはアルマス来い、お願い、お願い、お願いします。アルマスお願いします。よろしく。あ、もうまあいいでしょう。マジョリタ、マジョリタいいでしょう。強いし、マジョリタオッケーオッケー、嬉しい。よろしく。今回の目玉キャラのうちのマジョリタが来てくれたのは嬉しいですね。よっしゃー。ということで、まあ、キャラクター紹介とディスガイア RPG での強さ、そして50連ガチャをさせていただきました。いかがでしょうか。最後は罪なバラを流しながらお別れしたいと思います。まあ個人的にね、大好きなアルマースが弾けなかったのは悔しいところですけれども、マジョリタ弾けた、そして3番目に好きなキャラクターのアクターレが弾けたということで、まあ50連して星4、2つ、個人的にはもう大満足です。やっと爆死から解放された。でもまだこの期間は少し残ってるんです。50連は食べれないとしても、もう今10連は引けるので、あと20連分でなんとかアルマースが引きたいな、引けたらいいなということで、もう一回挑戦しようと思います。また後日ね。というわけでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。ディスガイア本当大好きです。3000時間以上遊んでいますので、皆さんにもね、ディスガイアの面白さが少しでも伝えれたら嬉しいなと思っております。それではまた別の動画配信でお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。まったねー。たったたつみなばら、さようなら。